だよ。はい、みんなこんばんは。こんばんは。今日の同時視聴ね、始めるよ。イエーイ。あ、和光さんいらっしゃい。こんばんは。あれね、天皇賞秋すごいレースじゃったんで、見たよ、あれ。あの、1位じゃと思っちゃったコントレイル、2位じゃったんで。ね。ガチ競馬の話ね。そう、競馬の話。そう。あの馬娘じゃなくてガチの話。そう、見たんよ、見たんよ。初めてね、競馬見たね、生で。うん。あ、動画でね。うん。すごかったんで、すごい。あ、ディスコードの音小さい？ちょっと待って。うん。ハローかな、声は。映画館だからね。ちょっと静かに。ちょっと二人とも喋ってみて。うん。わーわーわー。あ、もうちょっと。我々は、チアノタ。我々は、チアノタ。あ、私も？私もになるじゃん。いや、違います。結構です。どうかな？みんな、シアノタ。はいはい。今ね、ちょっとボリューム上げたね。ガークって誰のか。ガークがとても低いって。ガークは一人しかいないでしょ？ガーク3人ぐらいいませんかね、ここ。違います。いや。島月さん、こんばんは。待機ありがとね。もう少しかね。ガーク？ミニさんもこんばんはだよ。ガハク？わわわわわわ。もう少し。もう一声、ちょっともう少し一声あげるね。ちょっと待ってね。頑張った。あ、むしろ声を頑張って。ガハク頑張って。私がガハクだ。はい。なんだなかった。私がガハクだ。あ、どうぞ。どうかな。ありがとうございます。強い人いらっしゃい。コンムイシャルユキ。こんもいしゃるゆきー。こんもいしゃるゆきー。わたげさんもこんばんは。こんばんはー。あ、オッケーね、ねるちゃん。はいねー。はい、はい。あ、うんうん。あ、シャル様、ええ感じになったって。シア様はシア様。シア様は。シマツキさんもあれね、すごいね。できちょるって、すごい。もうね、もう、タオルの用意はできてる、私も。コンが吐く。直吉さんもいらっしゃい。あれかね、もう一声いくね、もう一声。え、もうタオルいる？まあ、まだ、でも、なんとか大丈夫かな。今日はいい。今日はなくてもいい、タオル。ガハク様もいい感じになりました、じゃって。はい。ガハクやねんっていうね。ガハク様。はい。誰がガハクやねんってとこ。はい。ほいじゃほいじゃ。あの、上演始めるね。はい。うん。早速ね、あの、この、見終わった後にね、みんなで感想を言うけんね、ちょっともう、話しちょったらね、長くなるけん、うち。まずは見るね。はい、じゃあ、ブザー鳴らすんね。はい。うん。今日何で見るとかって説明大丈夫そうかな？そうね、そうね。あ、そうじゃ、そうじゃ。みんなね、あの、うん、このバイオレット・エヴァーガーデンは、ネットフリックスで見るけんね。一応今日はね、1話から4話までをね、見ようと思っておるよ。今の、左上のところにあの、タイトルあるが？うん。まずこれから流していくけんね。みんなもね、あの、タイミングね、あの、視聴時間に合わせてくれたらええね。あ、そうなん、和光さん。ねえ、なんか、うちもなるべくなんか、実況するね。はい。ない、そっか、ないからも、そっか、いるかもしれないね。そうだね。そこに。ねえ、あの、金曜にね、あの、ガイデンやるけんね。そん時一緒に見ようね。はい。じゃあ、ちょっと、バイオレットエヴァーガーデンね、流していくね。はーい。はい、はい。はい、はい。あ、もう大丈夫そうだね。大丈夫そうじゃね。うん。屋台歩いちょるね。屋台？どこの国なんじゃろう？なんかね、そう、あの、
このストーリーっていうかね、この世界観独特の国だけど、なんかドイツとかその辺なのかな、多分ヨーロッパっぽいよね。ヨーロッパだね。これね、すごい、絵がすごい動くんだよ、すごい、こんな、綺麗なのが。そう、めっちゃ綺麗なのよ、ヴァイオレット・エヴァーガーデンは。宝石。やばいな、私これ見っちゃうな。黙ってたらごめんね。私めっちゃ黙ってるかも。おいよ、場面転換したね。来た。来た、起きた。原作があるね。そう。小説だ。小説かな多分ね。うん。ねえ、キャラデータすごいええよね。なの、あ、やっとみさん、こんちゃん。今ね、上映始まったよ。いけいけいけ、あ、書けないんだ。そう、あのね、そう、文字の練習をね、してるのね。からね、やとみさん、レイガンさん、いらっしゃい。いらっしゃい。センキューフォー、なんだっけ、ウォッチングマイチャンネル？センキューフォーウェルカムトゥーマイチャンチャンネル。ね、天下の京アニ様じゃもんね。うん。めちゃめちゃ綺麗よね、ほんとね。細かいところまで。ほんに、このタイトルがすごいシンプルね。え？ああ。ホラーじゃないよ。ホラーじゃないわよ。オーコア、オーコア。あ、バイオレットっていうね。そう、主人公がね、そう、バイオレットちゃん。バイオレットちゃん。あ、やとみさんもネットフリー入ってなかったか、すまんにゃいそうね、事前告知。あれだね、サマプラだったもんね、前回ね。すまんにゃいだ。あれね、ツイートにも載せとけばよかったね。そうだね。少佐のこと心配しとる？うん、そう。この人は中佐ね。中佐。ホッチンズ中佐ね、そう。バイオレントちゃんはあれ、軍人な？すごいなんかシャンとしてるけど。そう、軍人でね。なんかピシッとしてるね、ピシッと。バイオレントちゃんすごい声が綺麗ね。なんだっけな、誰だったっけな、そう。あれね、中佐の人あれね、ディオの人じゃね。うん、そうなんだね。ほやすさんって方かな。ね、うん。バイオレットちゃんは石川由依さんって方だね。あれね、なんかあの、進撃の巨人の人じゃね。あ、だっけ。石川由依さん。あ、ミカサ役の方なんだね。ちゃん付けなんかわいいよね、本人、バイオレットちゃんっていうね。うん。
吉さんありがとね。うん。うん、まあ中佐だからね。うん。逆らってもらってもらったものをね、あれね、探し大事なんじゃね、あの宝石が。宝石がそう、大事な、めちゃめちゃ大事なものなのよ、そう。結構キーアイテムだったりするから、そうね。なんでそれすごい可愛いね。この猫欲しい、真ん中が欲しい、真ん中、真ん中の猫が欲しい。私も真ん中。残念、コインでした。ワンちゃんね。むいちゃだ。ね、すごい。この子が最後あれかな、柔らかくなるのかな、この子。そういうことなのかな。ね、こっからの楽しみだよ。本当だ、もう落ちてるよ。なんかすごい景色綺麗じゃけど、あれでなんか橋が壊されちゃったらやっぱりちょっと不穏じゃね。そう、戦争がね、そうある時代のお話だからね。私もカツのこと言えないから、そうあんまり喋れないのもあるわ。そうだね、あのネタバレにならないよ。騎士長勢だ、騎士長勢。そうだね、うん、もうすごい血がいっぱい出ちょるね、血がいっぱい出ちょるね。ライデン？そう、ライデン・シャフトリヒっていう首都のね。うーん、あー綺麗、街がね。いやもう全部美しいのよこれ、本当に。え、バーガーテン。バーガーテン、あーお名前がそうなる。うん、タイトル回収がね、タイトル回収したね。あれね、鈴鹿ね、タイトルが主人公の名前ね。名前、そうそう、優しそう、中佐。そう、中佐がねシックなのも理由があるのよね。あれね、すごい敬礼がシャンとしとるね、敬礼で挨拶したね。軍人さんだからね。軍人だね、軍人だね、うん、ドイツモチーフなんね。中佐も視聴済みだった。ドイツかな、多分、うん、なんかヨーロッパらへんっぽいなってだけ。私もわかんない。あ、トニーさん、センキュー。ね、楽しい、一緒に見ようね。オートメールね。持ってかれた。持ってかれちょるか。うん。あれね、ターミネーター2みたいな感じじゃね。草なのよ。シュワちゃんがあの、ダダンダンダダン。俺はサイボーグだっていうシーンじゃね。手袋はめてたね、確かに。はめてたっけ？
すごい細かいね、あの、ねえ。手の、あれも、機械の音がするね、ちゃんと。そう、カランって。最初玄関で挨拶した時もカランって音してたのよ。ね、うん。もうやばい。そんなこと言うちゃらいけんね。もうね、剛さんね、そう、戦争でね、バイオレットちゃんみたいな子出てしまうよね、本人も。ねえ、泣きそうじゃねえ。ホッチンズさんが、あれね、うん、仕事を安心してくれるね。そうそう、社長さんになってね。社長になって、バイオレットちゃんが。社長になって。うん、戦争が終わったからね。そう。すごいね、すぐそういう仕事思いつくね。タイトル回収来たんね。ね、理想の上司じゃね、確かに。ねえ、そう。ホッチンズ中佐大好き、私。ホーハイちゃん来たね。イケメンだけどね。うん。なんか、歌っぷりとかにいそう。もうね、アイドルみたいな顔じゃね。そうそう。かっこいいのよ。ロッカー使えるね。そこで脱ぐね、そこで脱ぐね。助かる。かわいいな、でかいけど。あれね、すごい体中にいっぱい傷ができちょるね。痛々しいね。ユーミン大変なイメージね。ね、数多いもんね、うん、手作業だもんね、この頃とかね。教え方が懐かしいね。なんだかんだ言って優しい感じするね。すごい、そうそうそう、面倒見えね、この人、ベネディクトさん。意外とね、そう、結構人情味あふれる子なのよ。あれね、すごい体力あるんじゃね、バイオレットちゃん。軍人さんだからね。ね、軍人さんだからね。すべてを解決する軍人さんだからね。軍人さんだからパワーワードなんだよな。
ブラック企業かな。怒られちょるね。ね、夜中に配達してるし、ねえ、オーバーワークね。しかも配属初日よ。ねぎさん違うね違うね。バイオレットちゃんが勝手にやったんで、もう社長さんね、自分の会社のロゴじゃったけびっくりしたね。夜間に配達しとるん。うん。ちゃんと残業代入ってるかな。あ、残業代があのご飯ね。そういうこと。豪華だったもんね。ね、すごい美味しそうじゃったね今のご飯すごい。うん。小さい頃から軍におったんね。うん。ねえ、つよしさんね、あの、ご飯がすごい美味しそうじゃねえ。ジブリご飯じゃねえ。目玉焼き食パンとかね。今のシチュエーションはどういう状況なんじゃろうね。中佐さんがあの血まみれのバイオレットちゃん遠くから見ちゃったところ。あれもね、そのうち多分わかるよ。伏線、伏線だ、伏線。伏線、そう、全部今の発言とかもね、そう、燃えてるんだところとかもね。屋根に登っちょるね、すごいね。あ、すごい空綺麗じゃね。なんでこれ、すごい。あれね、早回しじゃね、背景早回し。すごい演出じゃねえ。うん。あれね、椅子にあの靴で上がっちゃいけんね。思った。靴のインサートあったもんね、ちょっとね。ね、なんか怖い戦争の描写じゃね。あーでもエイペックス、エイペックス。あーでも本当にバイオレットちゃんすごい強いが鍛えてんだね。そう強いのよ、めちゃめちゃ強いの。いちいちカトレアさん。あー、おしゃれね、すごい。いちいちのね。もうね、なんて格好しとるね、ハレンチじゃね。ギリギリじゃん。ねえ、すごい。文字が書けん人のためにそのやっちゃるってこと？そうそう、大質量っていうね、手紙の。
次の新章、え抜いたの、え、や、やね恥ずかしいです、あれ今すごい格好じゃったよ、ねえ、もうちょっと下から覗いたら見えちゃうね、うん、謝らんでよ、いやでも検討しとくね、検討しとくね、和光さんもね、あ、前向きに検討しとくね、言ったね、言っちゃった、すごいシーンじゃね、うん、あ、来ちゃね、なんか、終わったが、終わったが、もう一応終わった、始まった始まった、大丈夫、このまま見れちゃう、みんな、うん、一回声直す、あ、直した直した直した、だ、どうかな、うん、今ね、サマになっちゃってるかも、うんうん、ああ大丈夫、大丈夫そっか、なお声、あ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 、これにはなおちょろで、ね、ありがとうね、これさんは今多分1個飛ばしちゃったかな、うん、ありがとう、よかった、みんなありがとうね、すごい、いいよ、始まったらね、そうくん、ついに愛してるを知るためのね、そうこのこのままでいいの、これもし今、調整中かな、いや、大丈夫ね、見ちょるね、今なんかすごい悪そうな人が出てきたんで、私ね、ごめん、今、3話になっちゃってるかも。え、僕も今、女の子が笑ってる。静粛にって言ってる。2話じゃないんね。うん。あれ？あれ？今、2話流しとるが。ちょっと。あれも先生がムッてしてる。ちょっと待って、ちょっと待って。もう一回リンク貼るね。うん、ちょっと待ってね。うん。そういうリンク借りてるかな。あれね。2話にするね。はい。ありがとう。ちょっと待っててね。もうみんなちょっと待っちゃってね。おろ。一回消した方がいいのかな。そうだね。もう一回ね、ちょっと貼るね。うん。いやいい。タブ閉じて。新しく貼り直した方がいいかな。うん。第二は戻ってこない。来ないのか。戻ってこないのか、ね、第2話。戻ってこないのか、何が戻ってこないんだろう。ありがとう。はい、シャルちゃん、ゆきとさん、貼ったね。うん。今ね、入ってるよ。はい。2人とも入れたら再生するね。2話にね、なってそう。大丈夫。うん。はい。じゃあちょっとあの、最初の頭戻すね。はい。ありがとうだ。お待たせしました。4年前ね。ほい、4年前。時は遡る。名前長いね。名前がそう覚えられないのよ、この。ゲートフリートさん。うん。
兄さん声渋いね。クール系のね、そう、おじさま、うん、お兄さんでもちょっと悪そうな感じがするね。それもね、おいおいね。現代に戻ったね。自動書記人形っていうのが仕事の役職の名前な。そう、ドールっていうね、お仕事。タイトルがシンプルね。綺麗だよね、シンプルだけどね。なんね、これ、社長の趣味なんね、この制服は。すごい、すごいあれね、エッチね。そうかもしんね。社長の。あ、剛さん、おやすみなさいだ。おやすみなさーい、うん。ありがとうね。おやすみなさーい。また遊びに来てね。うん、剛さん、おやすみね。おやすみなさい。また明日もね、同時視聴やるけん遊びに来てね。タイプライターはね、一杯使ったことあるね。バイオとかで一杯使ったことあるね。リアルでじゃなくて。そう、ゲームで一杯使ったね。インクリボンっていうのがいるんですよね。むいちゃん、まさか。ドール歴あるのかと思っちゃった、むいちゃが。あれね、ドール頼むの恥ずかしいね。ねえ、自分で書きたいね。キーボードね、キーボードじゃねえ、F と J って。と楽しそう。タイプライターに。ねえ。あ、もう、肘のところまで全部機械なんね。二の腕くあたりからね、そう、ごっそり、なくなっちゃってるからね。そうなんね。どうしたね、どうしたね。カチャカチャターンってやつね。カチャカチャターンってやつ。地獄のミサワで見たね。くさ。静かにタイピングされてるけどね、確かに。焼きそばあるん、この世界。かわいそう。ひどい。
おんね。え、声、え、声。かわいそう。すごいあれね、屋台のあれかと思ったんじゃけど、すごいおしゃれな箱に入っちゃるね。そう、おしゃれだよね。なんか原宿とかにありそうな。ローランドさん。おじさん。下月さん、あれね、オフランスの場所ね。オフランスな？あー、そうなんだね。フランスじゃったら料理美味しいね、すごい。焼きそばあるんだね。でもあれね、ソースじゃなかったね。なんか茶色じゃなかったね。そうだね。白かったね。うん。塩焼きそばじゃない。あれね、ね、ニュースキャスターの人もそうじゃけどね、辛い話ばっかりはしんどいね。ね、代筆もね、暗い内容ばっかりだと気がめいるね。そうだよね、おや？ベネディクトちゃんめっちゃ照れとるが。え、なんで？社長なのに給料ないんね。それは後でわかるよ、理由も。あれね、このリーダーの人はあれね、社長にすごい気があるね。あれね、すごい年賀状書くのもすごい大変じゃけど、これ仕事にしたらすごい大変そうじゃね。毎日ね、そうね。ね、毎日年賀状宛名書くのすごい大変なんに。場所選ばんのじゃねえ。もらったワンちゃん床に転がしちょるが。机に飾るね。え、かわいそう。にゃんこ。なんかもう社長の反応がなんかもうよそよそしいね、なんか。気合できるね。120年生きて、あの、借金返すね。生きるっていう意気込みね。きっとね。ほえー。
あれね、孤独のグルメじゃね、これ。孤独のグルメに。簡単な仕事かと思っちゃったけど、全然簡単じゃないね、この自動手記人形っていう仕事。社長も大変ね。みんな目が綺麗じゃね。宝石みたいよね。瞳のすごい、ね、あれ描き方すごいね。ねえ、社長さん。ねえ、和光さんね、焼きそば食いたいね。醤油かな、私は。あれね、なんか、言われたことそのまま書くんじゃないんじゃね、このお仕事って。そう、そう、それがね、難しいのよ。難しいね、すごい難しいね。会社のメールじゃね、これ。なんでなんで？間違っちょらんけど間違っちょるね、その手紙の書き方も。そう、それがね、難しいのよ。あ、おきちさん、わざわざありがとうね。すまね、1ヶ月無料。ね、ネットフリーないのか。はーい、ね、やっぱりのろけちゃったね。でも周りくどかったな。いや、これ結構すごい重い仕事じゃが、これ、ね、大変なのよ。そう、ちょっとでもなんかトラブルがあったら、読み解かないといけないからね、依頼人のね。難しいね。
すごいね、ちゃんとあのお客さんのところに行ってあのね謝罪しに行くね、あの菓子折り持って。そう、大体あのカトレアさんがね、そうシリヌルにしてるのよ、4年ですごい老けたね、ゲルベルト少佐老けたわ、草疲れてたのかな、さすがに人違いじゃね、さすがに、うん、うん、ねえ、ベネディクトさんさ、すごいかっこいいんだけど、うん、これ困難されたら絶対好きになるんよね。わかる。ねえ、ねえ、めっちゃ優しいじゃん。うん。むいちゃん、ベネディクト君推しね。自転車じゃけどバイク？不思議な機械じゃったね、今の。うん、直樹さん、え、小判入っちょるの、越後屋のお菓子なの、君の誰かな、チョコレート工場のチケットかな。すごいね、厳しい。あ、雨で服が透けてあの機械の手が見えちょるね。ほんね、二の腕の真ん中の力したね。私お胸の方が心配よ。言葉って難しいね。あれた。いや、綺麗。ああ、いい。うまいって言っても、あの、美味しいと上手があるもんね、すごい。そうね、どっち使うかとかね。ねえ、そっち得意じゃねえ。うん。そうね、ちょっと、あの、自動手記人形のお仕事はちょっとレベル高すぎじゃねえ。私もできないな、これやれって言われてもな。ね、今の仕事の内容ね、あの。急に歌うが、このエンディングがね、そう、ここで流れるのよ。あれね、すごい。本当の話なんかね、本当の話。
この世界での歴史の話なんかな、今話しちゃうの。この世界の話じゃないかな。タイプライターができて、この自動手記人形のお仕事が生まれるところまで。多分そうだと思う。うん、活版印刷は違う人だったよね。グーテンベルグじゃなかったかな。そうなの。ゆきとさん、詳しいね。うん。いや、そのうち多分コメント欄からバーカバーカって言う。ちげえよ、バーカバーカって言われる。このエンディングが好きなのよ、そう。エリカさん、そう、エリカちゃんの声優さんが千原さんのね、お歌も歌ってるんだよね。この髪型どっかで見たこと、ね、本人が歌っちゃうよね、エリカちゃんが、うん。見たことある髪型をしております。エリカちゃん？うん、バイオレットちゃん。あ、こっちね。あ、これあれね、あの、オスターにある格好じゃね。うん。あれかな？あ、さあ、なるほどね。そういうことね。見つかったね。見つかったね。さあ。これはね、そう。和光さんのコメントが面白いね。裏腹。裏腹じゃね。裏腹だね。これがあのバイオレットちゃんが言っちゃった裏腹じゃね。もう修行編始まるん？3話は素敵なお話よ。買い戻し、質屋に入っちゃった今の。そう、闇市に流れちゃってて。あ、あれね、バイオレットちゃんにはこのブローチがすごい大事なものなんじゃね。そう、少佐はもうね。ホッチンズ中佐、今言わなかったけど、そう。タイトル回収じゃね。タイトル回収じゃね。そこですか。あ、あ、そうくん来た。帰って、3話、戻ってこない人、戻ってこない人が来た。今どう二人とも、映像どうかね。うん、今ね、3話止まってるよ。あ、止まったね。あ、流れちゃう。じゃあ、連動しとるね。はい。橋が映ってる、橋が。うん、3話、5話、10話が私の一押しなんでね。はい、そうか、来たね。はい。はい。カエルピョンが、カエルピョンが。カエルピョンにちょっと憑依させてもらっていいですか？はい、ちょっと待ってね。席開けるねよ。いやね、直吉さん、そうだったらね、もう、最初の、なんだろう、こう、鳥肌ポイントだよね、あそこね。なんかでもすごい、あの、よそよそしい雰囲気があったから、なんか、サッシはちょっとついちょっ、なんとなくはちょっとサッシがついちょったね。うん。そうだね。あれね、なんか、社長さんは なんであんにほっぺが汚れちょる？両ほっぺ。なんでだろう。ね、苦労人だからです。苦労人だから？はい、苦労人だからです。はい。お気持ちなのに。いじゃね、3話行くでよ。うん、はい、頼んだ。ぜひあのね、ネットフリックスね、直吉さんとかもありがとうね。ぜひ一緒にね、見ていただければと思います。ね、3話始まったよ。あなたが良き自動手記人形になりますようにじゃって。ね。ほんね、この背景が綺麗じゃね、このね。街並みすごいよね。街並みが。すごい。路面電車も走っちょるし。ここから。綺麗。うん、ここからだから一人の人間として生き始める、その練習が始まるわけですね。うん、心をね。うん、あれね、バイオレットちゃん全然動かんね。これはもう背筋すごいね、シャンとしちゃるね。
あれね、これハリーポッターで見た人じゃね。マクゴナガル先生。マクゴナガル先生じゃね、これね。めっちゃええ先生や。大好き。はい。はい。めっちゃいい返事。ね、マグゴナガル先生、なんかすごい、雰囲気がもうちゃんとしてる先生しとるね、なんかの服装といい。そうだね。でも、さんなんだよな、もっと。教え子こんなにいい子じゃないけどね。問題児ばっかり。オープニングもねー、いいのよ。そこまでオープニング流れるね。あの、てっきりもオープニングないかと思う、ちょっとね。こっからは前は多分流れあるかな、うん、え、見たいな。え、すごい綺麗じゃこれ。Windows の背景じゃね。うん、草しか生えないのよ。確かに、確かにね。ねえ、あの、ありそうだけど、サラッパのやつあるね。ねえ、すごい。すごい、なんだろう。60fps か 90fps ぐらいで滑らかに。そうそうそう、それね、それね。ほんときれいじゃね、すごい。トゥルーって方めっちゃ好きなのよ。いや、そうだね、うん、もうアニメ見てたらたびたび目にかかる、うん、すごいきれいじゃね、山とか川とか、うん。どうやって描いてるんだろう、こんなきれいな絵。そうね、もう紙一本一本動かすからね、京アニの作画は、すごいのよ。シンプルなのにね、ハンターハンターの文字みたいじゃん、すごい。なんて書いてあるんじゃない。後ろの確かに、ね、架空の言葉使っちゃうんだね、架空の言葉。うん、速度はいけるんじゃないか、うん、確かに。こういうところだからまだ1分200文字、指がもげてしまうが。無理よ。1秒3文字以上よ。うん。3文字以上、うん、うわー、すごいね。演奏したらみたいに書くね。ガガガガガガガって。1分200文字ってすごいよ。なんかこういうところがだからそのロボットっぽいんだよね。うん、まだね、そうね、うん、すごいね、うちとかすぐ忘れるが。すごい。私も覚えの苦手なのよ、ね、あの座席表あの書いてもらわんとちょっと、うん、本日の成績出るね、厳しい。すごい、みかんじゃん、つよつよじゃね、うん、え、みかん、シャルちゃんと一緒やん。2つの種目満点で、語彙力強強なんね、うん、語彙力強強なのになんであの最初の仕事あんな手紙になったね。それがそこなのよね、ね、ここからなんだよな、うん、何何、
あれね、パソコン教室じゃね、これアビバジだね。ねえ、もうみーちゃんのコメントで笑っちゃうのよ。ね、すごい大変ね、すごいいろいろとね。学校じゃ本当に。え、日報かな。ね、すごいね、これ面白そうじゃね、なんかすごい。こうやって練習するね、なるほどね。背景母上様じゃね、これ。ね、このね、みんながその絞り出してる言葉をいかに手紙の文章にするか、すごい難しいね。はあ、その練習なのよね、これね、今ね。自分で書いたのに自分で読まされるのめっちゃ恥ずかしいが。確かに。クロマティ高校じゃね、これ。ほうほう。伝えたい心を救い上げる。手紙と呼べんね。結構辛辣なね、そう評価がね。今からバイオレットが戦うところはここなんだよね。でも先生が言っちゃることは正しいね、すごい。そう。じゃけんすごい大変な。お仕事じゃね。生きてきたね、境遇とかもあるもんね。だよね。でもこの先生との出会いが何かを変えてくれそうな、そんな気がするんだな。マクゴ流れ先生だ。マクゴナガル先生だからね。ね、すごい。グリフィンドールだからね。そう。グリフィンドール。今の減点マイナス50点じゃったね、すごい。きつすぎない？そんなに悪いことした？手紙ではありません。手紙ではマイナス50点。心にマイナス50点じゃった、すごい。先輩からしばき上がれるぞ。勝手に上がってんじゃねえ。高いよ、結構ここね、危ないよね。危ないから屋上に上がってはいけませんね。学校の屋上ってね、すごい漫画だとよく出てくるけど、実際はいけれんよね、屋上。ジャイアンじゃん。ジャイアン、イケメンになったジャイアンみたいね。綺麗なジャイアン。綺麗な太ったジャイアン。
なんかあれね、すごいバイオレットちゃんってすごいなんかうん、石のハート持ってるんかと思っちゃったんじゃけど、最初の仕事っぷり見ちゃって、うん、でもマグコナガル先生の言葉がだいぶ響いちゃう感じがするね、すごく、うん、すごいショック受けちゃるね。あれからそう、ちょっとずつね、そう、手紙ってどういうものかっていうのがね、うちも知りたいね、すごい、この自動手記人形のなり方、心を、むいちゃん心を救うっていうのすごい表現良かったね、すごい先生のあの手紙って、人の心を救い上げる。もういないかな、これ、ね、気づいちゃった。そうじゃったら逆のイメージだけどね、お兄さんが逆にその戦争に軍服着ちゃったけん、うん、あれもう卒業式なの、え修行編はもう終わりですあれ修行終わりなん、終わりです。1ヶ月ぐらい修行せんの、あれというのは、だからまあ今起立してる子だけで、座ってる子は卒業させてもらえないんですよ。うん、もうちょっと先生との絡みが欲しいんですけど、僕。居残りです。大丈夫です。あれね、運転教習じゃね、これ。そうですね、仮免取らなかったですね。うんうん、筆記はバッチリじゃったけど、実技はダメじゃったってことね。実技ゼロ点。そうだね。ぶつけまくっちゃうから、いろんなところに。うん、選ばれなかった子たち。他にもいたからね。選ばれなかった子ね。うん、もう一回貼り直せるの？お金払って。あー、どうなんだろうね、学校に。あ、行けるかも。クリアちゃんすごいええ子じゃね、なんかすごい、うーん、そういい子なの。自分もすごい大変じゃろうに。みんなあったかいのよね。よき通るにね、本にね。マシュマロもそうね、マシュマロも手紙ね、みんなあれね、真心込めてね、マシュマロ送ってね。心を伝えるは難しいね。うん。わあ、やだ
ごめんね、みんな黙っちゃってからに。ちょっと、何も言えんねん。ここは喋れんひんよ、もう。この、じわっときとる表現の仕方すごいね、これ。食べる方のでええよ。口で手袋取らんね、手で取ったね。わー、大丈夫、あ、生きてる。よかった。はい。お兄ちゃんに教えてもらった場所じゃったんだね、すごく綺麗な景色。うん。お手紙渡すね。伝わったと思うね、すごい。なんだ、プロレス？プロレスかよ、これ。プロレス、あれね、ただイチャイチャしてるだけじゃねえって。見せつけられてるよ、ヴァイオレットちゃん。ね、で、クリアちゃんもすごいね。これを先生に渡すのがすごいね。うん。卒業してしまう。もっとこの話続けてね。先生の話もっと聞きたいね。もっといろいろ。もうちょっと残してください。ね、直吉さんよかったね。ネギさんよかったね。ね、和光さんね。
ね、そうね、ちょっと無口になっちゃったね。うん、今度はルクリアちゃんが連れていくね。うん、いやいそう、なんかもう第一歩みたいなところなんだよな、だからと、あの、初めてに人の心がね、こうちょっと理解できた瞬間だよね。もうこのエンディングすごい綺麗ね、エンディングすごい綺麗ね、このポイントがもう、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、エンディング見るわ、ちょっと待って、やだ、流れちゃうのよねもうネットフリックスのバカもう余韻があるね、余韻が、フジタ披露さないとそう余韻があるね、やめてほしいか、ちょっとね、そうだ、これなんだよな、あ、次のエピソードがグイーンってあグイーンって来てる、大丈夫見れるかね、今流れちゃう、耐えた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 、いやーいつもさ今ね大丈夫なはず、うん、時間も今直したね、うん、おぉ、めっちゃエンディング綺麗じゃね、これ。僕の方普通に流れてるな。みんなエンディング見てるのか。エンディング流れてるよ。それエラーかもしんない。え、エラー？もう一回入ったらいけるかな。あれ？入ろうかな。あ、ちょっと待って。うちがもう一回あの、しとくするね。ごめんね、ちょっと待ってね。あー。でもさ、そう、毎回さ、このさ、なんか最後にね、グワってきてからのこの優しいエンディング。そう、優しいエンディングね。うーん。よかった。ほんとね。オッケーオッケー、今あのカバン持ってる、あ、持ってる、カバン持ってる、大丈夫、持ってる、うん、大丈夫、ありがとう、ちょっと待って戻すね、ちょっと、はい、いやー、やっぱ好きなんだよな、そう、下月さんもすごくいい、お兄さんのところから戻すね、はい、うん、あ、ありがとう、クレジットのところ気をつけてね、そう、多分ね出てくるはず、うん、あ、そうか、僕が自分で選ばないのかな、これこれ、そういうことね、いや、多分そうでもない、そうでもない、うん、多分集中管理だと思う、あの、選んだらいけた、ほんと、うん、はい、よかった、そういうことにしようね、このエンディングね、エンディング、いやー、ちょっとやっぱもうね、こっから今度はだから少しずつ成長しつつ、なんだろう、あとはいろんな人とこう関わりながら、うん、もうあと実技ね、もうあと実践ね、うん、もう卒業だからね、 OJT です、 OJT、 もうあとはもう実地ではい、学んでいただくっていう感じ、まあ、そうね、この仕事を本音実践でやらんと身につかん仕事じゃん、ちょっとレベルが高すぎるね、この仕事、そう、今のその学校でだから、うん、言葉の中から気持ちを救い取るっていう方法を見つけて、じゃあ今度は実際にいろんな人、うん、いろんな気持ちと出会いながら、じゃあ愛してるっていう言葉の意味を本当に理解していく10話になりますね、もう鳥肌やばい、もう今もう一気に現実感が強くなったって、 OJT やめて、やめて、 OJT え、もう先生出ないんですか、先生はもう出ない、あの幕後ながらですね、残念ながらちょっともうここであのクランクアップ、クランクアップ、先生出ないの、クランクアップです、先生、すごいドラマがありそうな、あの、雰囲気の人じゃったのに、すごい。先生推してんのに出ないんですね。うちもちょっと今、先生推しじゃね、ちょっと今。もう、おつやー、おつしゃるでございます、これ、はい、ちょっとみんな、あの、このまま4話見てよい、うん、はいよ。はいよ。はい、じゃあちょっと待って、ね。4話まで行くんだっけ、うん、一応、あの、はい。あれ、お、5話お預けか。はい、あ、まあ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 、映ってる4話、映ってます、うん、これ4話、これ4話、私ね、なんかちょっとごめん、ずれちゃったかも、止めるね、うん、クリスタルボタン押しちゃうと なんか変な感じになっちゃうね、出ないな、止まって、もう一回コピーしようかね、大丈夫、もう一回行こう、ごめんね、うん、もう一回ジョインする、はい、これいけないかな、多分いける気がする、そのままのリンクで入ってみるね、あ、うん、あ、うん、入ってきた、入ってきた、今机上だね、
クエ、エリス、エリスちゃんと今4話戯れ、戯れようとしてるね、今ね、うん、はい、そうですね、じゃあちょっと巻き戻すね、おらい、おらい、おらい、大丈夫さ、これで、はい、はい、やったね、アイリスちゃんかいね、ね、すごい、オージェティね、オージェティ、オージェティ、私が言ったけど、オージェティやめて、うん、現実か、でもすごい、本当その通りね、シャルちゃんがすごい、あのセリフからの気持ちをすくい上げたね、オージェティ気持ちだったのか、社長ねえ、衣装が本にすごいね、このデザイン、本にこっちょる、あーやばい、 あれね、そう、この辺のデリカシーがまだちょっと仕事で言われて分かってるって言ったけど、はいって言ったけど分かっちょらんやつじゃね、はい、ダメな、はいのやつだ、うん、あ、はい、あ、はい、そうですね、はい、ね、そうですね、ね、下月さん、ここからすごい楽しみじゃね、ごめん、ちょっとみんな、あのうちこれオープニングエンディングちゃんと見たいね、うん、俺も飛ばさない派だよ、アニメは、ありがとう、なんかね、すごいやっぱりあるの、すごい意味がある気がするん、やっぱりオープニングとエンディングって、気持ち高まるんだ、あ、ね、これすごい、あの小道具とかも綺麗じゃない、 CG でできちゃうかね、このタイプライター、やっぱタイプライターすごい好きなんだよ、ね、すごい、この宝石もブローチもね、そう、もうタイプライター好きすぎて、俺あのタイプライター型のあのキーボード買ったもん、あ、本ね、え、いいな、うん、これ勉強ですごいよ、あのカシャ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 ってなるから本当に、いいな、めっちゃいいよ、かっこいい、タイプライターのキーボードあるん、ええなあ、るんだよ、うん、ソウ君ドールだったんだね、いや、そうなんだよ、やっぱあの気持ちを組み上げていかないと、でもソウ君ドールじゃね、ドールじゃね、リョウ先生なの、心すくい上げちょるね、いや、でっち上げじゃない、でもでっち上げてないから大丈夫かな、創作、創作でくさ、創作だからね、そうなんだよ、フィクションなんだよな、これはノンフィクションだからね、みんなのあのあれね、イマジネーションすくい上げちょるね、まあ、そうだねそうだね、ね、ね、下月さん、オープニングとエンディングは飛ばせんね、これ。え？あ、ダメだったか。間に合わなかっただね。間に合わなかった。でもあれね、あの、ワンピースの女の子みたいに命なくならんでよかったね、階段から落ちて。そうだね。そうだ ね、すごい、命あるだけまだ ね、結構の高さじゃったっけね、すごい、とっさに掴んだんじゃろうね、うん、ガルダリク帝国、よそやな、ねえ、アイリスちゃんの、アイリスちゃん回なんじゃね、今回は、これ4話、うん、そう、2人もあんまり仲良くないね
そうだね。ちょっとね、真逆だもんね。今のところ性格ね。お互いの距離感つかみかねちょるね。まだでもこれからですね。うん、まだまだこれ、うん。こうです。ちょっとずつです。あれね、軍人さんじゃね。親戚一同ねえ牛で登場あれね、実家に報告するときちょっと話持っちょるねうん、あるあるに。ねえ、牛舎ね、牛舎ね。すごいね、風を発生させちょるね。ねえ、風。風まで味方、美しい。ドールの服ってなんかみんな統一されてるもんじゃないんじゃね、なんかみんなオーダーメイドなんじゃね、いちいちな人もいるもんね。あれね、あの家族があの体調崩したって言って飛んで帰ったら、あの嘘じゃったやつじゃね、心配じゃったからちょっと。自分で自分の手紙書く、代筆するね、それねえ、複雑だよね、気持ちに、うん、恥ずかしいのよね、誕生日でしょ、パーティーに来てください、うん、本当嫌だな、それは確かに嫌だな、罰ゲーム、何の罰ゲームあ、またコメントちょっとまたバリバリになってるね、あ、はい、ありがとう、コメントありがとう、マピさんありがとう、あ、ワコさんもありがとう、もうちょっと待ってね、あなたも年頃だし、だからどうかね、どうかね、だろう、大丈夫そうかな、ありがとうね、直吉さん、うん、どう、ありがとう、和光さんもありがとうね、本人助かったね、ナオキさん大丈夫ね、ありがとう、うん、うん、親心となんかあれね、売り言葉に買い言葉じゃね、うん、なんかねギクシャクするよね、うん、この手のね、心配しちょるって素直になれんよね、うん、手動で手紙送るんね、ヤマトって宅急便はここにおらんね、
黒猫マークとか見ないからね。夕方までにあの食卓で。うん。もう無駄だからね。うん。食卓、ね、ってかあのはいやまああのバッチリ郵便局の人だから。そうだね。運ぶ側だから。うん。うん。そっか郵便さんのお手伝いしちゃったってことなんだね。ああすごい美味しそうね。美味しそう今のパイナップル。楽しそう。いいなバカンスしたいな。うんすごい。ここで電車で行ったらこんな沖縄みたいなところに行けるすごい。この世界行きたいね。ドレスかわいいね。うん。あ、イケメンじゃん。あ、イケメン。送らんでってちょっと人じゃないこれ。うん。そうですね。なんで？とんでもない空気。なんかお母さんの世話焼きの気持ちすごいわかるけん、うちちょっと悲しいね。ねえ、直樹さんイケメンじゃったね。今の人好きじゃねえ、うち。むいちゃんが惚れてしまった。うん。なんて答え。ああちょっと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 往復ビンタです。痛い痛い心の傷が。的確に地雷踏み抜くのやめて。まだねまだバイオレットちゃんちょっとね。全部言っちゃう。私が往復ビンタしたからです。うん。でもそう、こういう事情、あの恋事情とか親に話しづらいね、すごい。まあね、振られたから呼ぶなっていうのもちょっとな。お父さんもね、あのね、そうとは知らんでって感じですごい申し訳なくなるね。引き出して。今度からこの謝り方使うね。
申し訳ございません。気持ちが分かんなかった時にね、うん、気持ちが分かるようになろうね。うん、そりゃ好きになるね、そりゃ好きになるね。うん、アイリスちゃんこっちの髪型の方が好きね。え、かわいいね。もうね、あんなところまで一緒に付き合って歩いてる人ってその気がないとか許せんね。高台だったもん ね、 ね、 結構ね。あそこまで行っちゃるってことは察してほしいね、気持ちを。二人でおるに、うん、期待させんでほしいね、もう。深いなぁ、うん、うちはまだ分からんね、うん、カレーライスかな、愛してるが、うん、ちょっとずつ分かるようにまだ漠然としてるね、すごく。そうだね、すごいズガーンってくるアニメじゃね、すごい。出る。心にこうね、ズシンってね。もんね、これあのねえ、これバイオレットが書いてんだよな。うん、成長したね。そうだからすごく成長してるんだよ、もう、うん、すごいよね、うん、うん、でもさすがに文章考えたんじゃない、やっぱりちゃんと5つ目のね、うん、隣にいたもんね今回はね、うん、ね、5つ目ええね。大好き、この二人のやりとり。
ケーキぐらい食べていったらいいね。美味しい料理いっぱい出てたもんね、うん、さっきね。お金ちゃんと取るまでが仕事だからね。うん。綺麗。うん。ええところあるね、この村にすごいいっぱい。うん。本当に小さい頃からなんじゃね。うん。いや、鳥肌よ。終わっちゃった。もう終わってしまったね。ちょっと早いね。いやー。ああ。やべ、飛んでまった、飛んでまった。まだ見たい。飛んでまった。これなんだよなー。ねえ、一話一話の満足感よね。ちょっと充足感すごいんだよな。手が止まらんね、これ。面白いが。本当に、本当こう一気にとかでもなく、うん、こうちょっとずつこう成長してるのが本当に見て取れる、感じられるところが、そうだから一話一話本当にちゃんと時間がゆっくり進んでてゆっくり成長してるんだなっていうのが本当こう自然な流れで感じられるところがやっぱりいい作品だなと思う。直吉さん、そうね、少佐はあれね、ロじゃね、ロ。ロケフンゲフン。ちょっとこのタイプライターのキーボードがすごい、この宝石みたいになっとるのがすごいね。この名前にふさわしい女性になるってこう言ってるだけだから、未来を見据えてるからね。そうだね、ちっちゃかったけどね、確かに、あれね、枕の装置じゃね。新鮮ですよね。現地じゃなくて、現地物語ね、現地物語。あいつは乗り込んだよ。あいつは乗り込んだよ。何言ってんの。あいつは乗り込んだよ。なんだよな。愛してるからね。うん。まあ愛してるもんね。ちょっとみんな。カルゲンジャル乗り込んだよ。そうくん。はい。この次は、もう11時になっちゃうね。いやー。もう俺がこの13話の中で一番好きな話ではあるんですけど。次の子は？そしたら、いいのが、ここで見ることによっていいのが、まあ、俺が大好きなので5話が見れるっていうと、5話5話で次の回も5話行くのであれば、10話を見てぴったり終われるってところがベストなんですよ。あ、10話そうだね。10話じゃないんだ。ゆきとさん、ちょっとええかな、わがままなんじゃけど。いいよ。うん、私は時間大丈夫。あとね、あれかも。1回目のさ、11、12、13話と、あとね、スペシャルもね、あるんだよ。そう、実は。スペシャル？なんでそれ？うん。それでちょうど配分良くなるかもしれないね。うん。分かったね。じゃあちょっと。いや、ちょっと足んないよね。わかる。やめられなくなる気持ち。すごいわかる。そう、これ。ガブガブ見れるが、これ。そんな表現草。そんなに、一気になんか喉通すような感じになる。もうちょっと始まってくるんだね。足りんね、全然足りんね、これじゃあ。もうちょっと始まおう。
喉破裂しちゃうよ。いやでもまあガブガブ行きたい気持ちはわかる。うん、ちょっとごめんね、続きね。うん、準備できたらいつでも。うん、いいよ。いやありがてー。ゴアね、そう、私も大好き。ゴアでもう本当にうわーってなったから、これにくいんだよ。いけた、みんな表示いけた。雷電シャフトリヒ陸軍将って出ちょるね。もう一回あれしょ、多分次のエピソード押したらいいんかな。6は乗っちゃったかも、ごめんね。あ、本人？あ、待って、私ね、一回入りますから、ちょっと待って。今、元のリンクでね、行けるはず。シアシア、オッケー。そうですね、ちょっと、音リ。オークンもオッケーでーす。ねえ、そうそうそう。あ、うん、大丈夫そう。今、はい、陸軍省って言ってる、はい。あ、ちょっと待ってね、ディスコードちょっと触るね。うわねえ。読み込み直しちゃったら、早めに読み込み直しちゃったら大丈夫だと思うから。うんうん、うん、うわ、2番目3番目ぐらい好きだな。そうなんだよ、ここ、いや、これ、くぅー、直吉さん、ありがとね。うん、ちょっとごめんね、みんな付き合ってね。ありがとね。全部これ、バイオレットエヴァーガーデンが面白いのが悪いんじゃけね。悪くはない。悪いの、今日はに。悪くはない。今日ワニさんがですね、作品出すの。こんなええもん作ってからに。うん。あ、そっか、特別編集版金曜ロードショーだと5はなかったんだね。5は絶対やった方がいいのに。ふざけんなよ。あ、もう過激派がおります。あ、しまってきた。ありがとう。アイコピー。あれ、アイコピー、マヤのトップガンちゃん。あ、ワンちゃんが机の上に。ついに。え、本人、ちょっと待って、ちょっと巻き戻すね。いいね、ちょっと巻き戻すよ。いいよ、いいよ。ついに、邪険な、あ、本ね、あったね、あったね。あれね、まだくすぶっちゃうね、戦争、ちょっと。そう。集結したけど。うん、ショークみたいな過激派がまだね、いるのよ。まだね、許されないから。ゴアを映せって言ってね。え、何？チャーリー見てる間にゴアが放映されてなかったってこと？許されねえよ、そんなの。抗議、過激派がいる。抗議、これは、ちょっと金曜ロードショー、ちょっとこれは違うでしょって。抗議文、手紙書かないと。あ、こうさね、いや、さすがにちょっとあれ、前は見たいけど見ちゃダメじゃね。電話みたい。もう何件かこなしちゃうんじゃね。うん。なんかすごい植物立派なお屋敷じゃね。まあ、理由はわかるよ。あれね、サッカーできるね、そこの庭で。確かに、広さ的にはね。いないじゃん。うちもあれ、自己紹介の構文考えとかんといけんねん。あ、スカートね、裾をこう。うん。下噛みそうな名前じゃね。覚えられねえ。引きこもり感。この子かわいい。かわいいですね。かわいい。かわいい。そう。結婚でも、幼すぎんかね。年齢もねえさ。うん。政略って感じかな。政略結婚じゃねえ。ほんとね。あ、さっきのが良かったですね。
まあそう、まあ、グータラしてる方がいいね。うん、グータラしてる方がよかったですね。ネギさん、そんなにみんななんかすごい持ち上げすぎじゃねえ、そんな。このメイドさんもすごい大必要な才能あるね。自動手記人形ね。人形になれる。先生。あれ先生。うまくいいな。先生。マグナガルコ先生、二代目ね。姉妹かな。親類かもしれん。親類。一族。24で14歳メトルネか。僕も問題ないと思われます。おっとおゆきぴはい なんかこのシャルロッテさんすごいちゃんとしてる子じゃねうんこれ優しいかわいい。かわいい。これここのシーン好き。ここかわいいですね。ぷにぷにほっぺじゃね、すごい。ぷにーってね。うん、あ、奥にあるお菓子すっげえおいしそう。アフタヌーンティーね。かけるようになったのすごいよね。うんうん。うん、いいね。情緒的。ちょっと。これがうまい。教えてほしいんだけど。ロマンチックじゃね。お手紙にキーワード入れんじゃいけんってすごいもうパズルじゃね。うん。あ、ちかさん、こんむい、こんしゃる、こんさ、こんしや。あ、ちかさん、こんむい、こんしゃる、こんすくさ、こんしや。こんむい、こんしゃる、こんくさ、こんしや。え、くさ、確定なの確定です。もう一人のお母さんじゃねうんすごい探偵じゃオープングリフィンドール原点うわー50点いた、よかった。いなかったらどうしようかと思った。
言われたい。強いな。強いお母さんじゃねえ。強いなこの人。14歳よ、だってね。これあれね、新聞に載るんよね。新聞に。全部ね。公開だからね、そう。新聞に載るラブレター。すごい目の演技がすごいね今の。10歳で結構の大将ね。あ、好きってことは二十歳か。イケメン。津田健次郎じゃん。好き。いや、この津田健ボイスでこんなこと言われてみ。あ、ちかさん、ネタフリ入ったね。見るね、今。まだネタフリの、ネタフリの民がまた一人。ようこそ、ネタフリ沼へ。ようこそ、ウェルカム。ねえ、めっちゃ嬉しいが。すごいよね。よかったな。よかった、なんか、ね、かっこよすぎるんで。無理やりじゃなくて。そうなんよね、そこがね。思春期もあっただろうかね、結構大変ね。うまくいってるからこその悩みがね。不安なんだよね。
一人で行かんといけんのね。うん。これ劇場版カットしたんね。こっからなんだよな。いいのよ、ここが本当に。今文章でわかるんね、その誰が書いてるか、うん、こっからの流れ大好きなんだ。わかる。ちんぷんかんぷんね、今。いいね、めっちゃいいね。そんなことないね。おい。何言ってんだよ。あ、ちょっと、かぶった。かぶった。タイミングくさ。出てんの？あれ、その前出てる。俺もらってたかもしれないセリフ。出てるから5話のカットに怒ってるってこと？うん、そうかもしれない。なるほどね。ちょっと俺の実名最後スタッフロール出るかもしれない。ええね。うん。ねえ、にまにましてくるね、にまにましてくるね。うーん、うーん。あれね、ツイッターで恋文のやり取りしてるね、これ。うん。DM かな。うん、みんなが見れるから。でも TL だ、ね、みんなあの1万いいねとかしてるね、これ今。うん。ね、魂こもちょるね。砕けた言葉遣いっていうのがすごくいいよね。うん、うん、ね、この後悔してるのもね、うん、あ、でもすごい手紙出した後あるあるね、すごいなるね、うん、ねえ、恋文のやりとりね。
ね、可愛いよね、本人。うん。これ周りみんな見ちょるね、後ろから。おい押すなや、やめろ、バレるだろ。感じてなっちゃう。だった。いやもう最高に好き。よかったよね。大好き。よかったね、本当によかったよ。うん、あ、ついてきてくれるんかな。ここからがまたね、うん、このドア開ける人もずっと見守っちゃっとったね、心配そうに、うん、一皮むけたね、すごい。うん。ねえ、おめでとうじゃね、直吉さんね。うん。ねえ、下月さんね、これカットなんて嘘じゃよね、これ。ねえ、これ一本で成立する話じゃね。ああ、それじゃけかね。うん。もったいないね、これ。ああ、これがオチなんですよね。ね、すごい絵死んじゃったね。手に引きちょるね。うわあ、感情が出てる。いや最高、本当に。こう笑ってんのよ。うん。あのバイオレットが笑顔なのよ。うん。いやー、なるほど。直樹さん、ええ話しちゃったね。うん。
え、どういうこと？いや、最後にそれくるの、うん、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、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 次回もや、むいちゃんがもやもやしてしまうよということでね、明日ね、明日ね、これ明日ね、とっちょくね、とっちょくね、さすがに、うん、こっちももうタイトル、これ5話までしか用意しちょらんね、ちょっと、うん、みんなとお話もしたいけんね、すごい時間がね、ちょっとわがまま言えんよ、ちょっと気になるけど、うん、さ、涙が止まらねえ、ねえ、ほんとに5話は、5話は最高すぎる、5話はちょっと話の流れも内容のね、なんか綺麗さもすごい好きなんだよな、うん、ちょっと上映終わるね、上映終わるね、みんな見てくれてありがとうね、すごいごめんね、全然もうなんか、うん、あの黙ってしまうね、すごい。喋れないよ、あれ。そう。やむなし。明かりつけるね。明かりつけるね。うん。はい。パチパチ、おー、明るくなった、明るくなった。明るくなった、パチパチ。ああ。パチパチ、わー。パチパチパチ、本人すごい、すっごい作品じゃったね、本人。でしょー。でしょーって言っちゃうけどね。うん、制作者の方あ、今日の方なんですか、あ、先生、つきさん、神石の方、つまつきさん、ネギさん、パチパチありがとうね、ちかさんありがとう、わたげさんありがとうね、ちょっとね、つきさんありがとう、ちょっぱいよ、セリフいただいてます、パチパチありがとうね、あ、わこさんありがとうね、うん、ありがとうね、みんなありがとうね、うん、あと、すごい、同時視聴って面白いね、みんなで見とるからすごい楽しいよ、うん、ちかさん、シャルロット姫だよ。あれ、あれ、あれ、フリーザ様思い浮かぶんだよな。ああ、だからクソガキだったのか。ちょっと。あれね、新書もしかしたらあれね、お姫様のあれかもしれんね。そうだね。うん。ああ。そういうね、感想。完全に召喚がもうすごいね。ね、そうね、私ね、そう、あ、今私って言ってたよね、うん、うん、いやー、これがバイオレットエヴァーガーデンだよ、うん、やっぱね、そう私ね、そう、あのちょっと前にね、そう、あの個人的に全部ね一回ね、そう見ちゃってたってのもあるから、うん、そう2週目のね今視点で見てるけど、やっぱりね、それで見るとまたね、こうこの時のなんだろう、この人のこの表情ってこういう心情でこうなってたんだなとかっていうのがね、新しくあるからね、うん、2週目の楽しみね、そう、まだね、先の展開もちろん言えないんだけど、うん、そう、あの時ね、あのホッチンズ中佐がなんでこんな表情してたんだろうなとか、そう、さっきのね、最後のあのお兄さんね、うん、こう、あの憎しみとかね、そう、感情ってなんでこうなったんだろうかとかもね、後々ね、うんうん、そう、わかるからね、そう、もう2週目は2週目でまた違った感動がね、うんうん、あるのよ、ね、ストーリーを追った後はあれね、本ね、あの表情、演技を終えるね、このアニメ。そうそう。すごい、よく、えなに演技しちょるんよ、これ。うん、細かいからね、描写とかもね。うん。またね、ちょっとね、あの、全部見た後に、この時こういう仕草してたのって、こういう理由だったんだって話はね、またしたいと思うよ。うん。ね、するね。今はね、ちょっと、ネタバレになっちゃうからね。だったね。ゆきとさん、どうしちゃった？はい、お疲れ様でした。初見だったんですけど、あの、涙はまだちょっとこらえ、頑張ってこらえました。頑張ってこらえましたが、僕ね、小学校5年生の時の、あの、林間学校みたいなので、あの、親からの手紙みたいなやつがあって、それね、読んだ時めちゃめちゃ泣いて、ちょっとね、それを今思い出してね、ちょっと、それがちょっと、ね、泣きそう、逆にそっちで泣きそうだったので、あの、後半もね、あと第、まだ 5話あんのかな、あと5話、うんうんうん、かな、うんうん、もうね、ちょっと楽しみにしたいと思います。あの、別に無理にこらえてるわけじゃないけど、あの、楽しみにして、いやね、後半はね、涙ダーダーしたいなと思います。うん。明日耐えられるかだよね。そうだね。はい、あの、うち喋ってよい。
うん、お疲れ様でした。うちはこらえきれませんでした。ぐすって音がね。ね、うん、もう、なんね、うん、すごいいい話しちゃったね。頑張れ頑張るんだ。まだ、まだコアなんよ。半分なんだよ。ゆきとさんのすごい、あれね、あの親からの手紙すごいわかるんで。めっちゃ頑張って。めっちゃ頑張れ。めっちゃ頑張れ。頑張るんよ。ね、すごい。うちコアがすごいグッときたよ。だろう。もうなでなでしてあげたい。そうだね、届かないのが。ごめんね、すごい。ちょっと、社長頼んだ。社長頼んだ。あ、すごい、あの、チーズこれが。あ、無限がある。うん。うん、なんでみんなに応援されるんだっけ。恥ずかしいね、本人すごい。アニメ見て泣いちょるだけじゃねえ、本人。ね、すごい。ええー、お話じゃったね、本人。ね、うん、あの、家族のね、すごい、あの、不器用なところとか、あったかいところとか、うん、すごいいっぱい見れたね、うん、本当に。家族のアニメじゃね、すごい。そう。そうだね。うん、この、なんか、お兄ちゃんと妹、兄弟もそうだし、うん、アイリスちゃんのね、あの、お父さんとお母さんもそうだし、うん、うん、ね、シャルロッテ姫と、ね、もう一人のお母さんの、うん、うん、すごい、すごい話じゃん。いやー、うん、俺の作品じゃねえのにすげえ嬉しいんで。嬉しい、わかる。おすすめしてよかったなっていうのがすごい。もう、うちもね、あの、なんじゃろう、でもなんかみんなと一緒に見とるからね。そう、みんなで一緒に見とるからすごい素直に感動できてからすごい嬉しいね。うん、うん、みんなと一緒に、ね、うん、みんな誘ってよかったね、すごい。うん、うん、ま、これまだすごい。まだある、まだ半分あるよね。まあ、あのお話的には一番好きなのは5話、俺がね今見たやつなんだけれども、うん、あのもちろんみんなが大好きな話っていうのもまだまだ残ってますし、うん、まあ、ほんとこっからまだまだバイオレットはね少しずつまたいろんな人と関わりながら、でいろんなこの愛の形、そうだね、そのね、家族愛、ね、兄弟愛であったりとか、まあ、さっきのね、うん、みたいな感じ、交換恋文みたいな感じでね、そのちょっとこう遠く離れた相手との愛情だったりとかって、うん、いろんなこの愛情の形と触れ合いながら少しずつあの成長していく姿がまだまだ後半見れますので、うん、はい、綺麗な涙はまだまだ取っておいていただいてって感じですね。うん、すごい、話じゃね、うん、ニコね、ね、うん、じゃ明日ね、明日またあの、この9時からね、あの、ヴァイオレット・エヴァーガーデンね、第2回目の同時視聴やるけん、うん、みんなよかったら遊びに来てね、うちもちょっともう楽しみじゃね、明日。うん。ぜひぜひね、一緒にね。ソクの感想はいいの、うん、あ、いや、俺はまあ言ったから。今のが感想みたいなもんだよ。ソクなんか、あれね、もう全部喋ってしまいそうね、あの、あ、そうだ、ちょっと勢い余る可能性あるからやめたと思います。それは許されない。おっとっとっとってなるかもしれないけど、まあ本当に、うんうん、まあ言いたかったのは今のかな。ここから本当少しずつ成長するヴァイオレット、まだまだご期待くださいって感じかな。うん、そうか、もう全部知っちゃる感じするね、すごく本当に。うん、後であの、ね、全部お話が終わったらね、うん、そう、後であの気になったこととか聞き直したいね、すごい気になったこと、うん、そうくんに。質問会したいね、あの全話見終わったら、うん、ごめんね、すごい今すごい顔がもうめちゃめちゃになっちゃってからね。みんなコメントありがとうね、すごい和光さん、わたげさん、ね、みんなありがとう。ネットフリックスもね入ってくれてありがとう、ね、うん、みんなちゃうのよ、みんな、ね、わざわざね、ね、うん、ね、あの配信中に無理言ってから日本にありがとうなんだよ、うん、もうね感想が暴走する双葉そうくんね、本人危ないからね、うん、危ないから暴走の層が草なのよ。あ、ま、無理せんでいいからね、無理せんで、うん、ありがとう和光さん、うん、うんうんうん、え、ごめんね、なんかもうなんか音流れちょらんのにうちがぐしょぐしょしちょるだけの配信じゃね、これ変な配信じゃね。
前回がアマプラだったからね、ごめんね。そこだけすまんにゃい、わこさん、むしろ。うん、全然だよ。うん、一緒にね、なんか、時間共有してくれてありがとうね。うん、本人、すごい、嬉しかったね、ありがとう。うん。なんか、うん。配信で、配信でなくなっちゃう。恥ずかしい。なんか新しいムイちゃんの子の一面が見えたのもね、よかったね。本当はね、泣きたくなかったんよ。みんながね、あんな持ち上げるけん。あの、絶対泣かしたい私とそうくんと絶対泣かないムイちゃんみたいな。いや、もう勝ちないんだけど。しっかり勝ちないんだけど。悔しいね、悔しい。あ声がまた、変だったね。あ、じゃあちょっと待ってね。いや、もしかしたらここを感じの声で言えば打ち消せるじゃない。はい、バババ打ち消せるんじゃない、はい、これで。あ、まさどうかいね、みんな打ち消せ。あ、まさはどこだ。波長合わせて。あ、まさはどこだ。あ、まさを出せ。ありがとう。あ、治った。わりわりわ。あ、みんなありがとう。うん、本音すごい。そう、本人、あの、さっき話したけど、みんなと見れたけ、すごい素直に感動できたね、本人。うん、うん、そうね。みちょってすっごい楽しかった。うん、楽しかった、本当。ね、楽しかった。うんうんうん、よかった、よかった。うん、みんなでまた見るね、じゃあ、明日ね。うん。うん。うん。生きがいになる、これが。生きがい終わったら死んじゃうの。いや、なんいや、でもすごい、シャルちゃんの気持ちすごいわかるね、これ。いっぱいやりたい。みんなのね、おすすめの映画とか、アニメとか、そうだね。そう、うん、みんなで見て、ね、感動したり、笑ったりしたりとかしたらね、すごい楽しいね、うん、これね、あの、チャーリーとチョコレート工場もそうじゃったけど、うん、うん。こんな楽しみ方もあるんじゃね、すごい、配信。楽しいね。うん。うん、よかった、よかった。うん、よかった。よかった。またあのあれね、明日また声かけようね、まだあの席空いちょるから。そうだね、うん、そうだね。明日はただちょっと我は途中抜けの可能性があるので、うん、ごめんなさい。あ、分かったね、分かったね、はい、だ、うん、うん、おいじゃあれかね、締めに入ったら良いかね。おいはい、お願いします。はい、うん、ちょっと待ってね。ここまで配信見てくださってありがとうございました。あの、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなのね、あのチャンネルね、あの概要欄に書いてるので登録お願いします。シャルちゃんとね、そうくんとゆきとさんね、すごい来てくれて本当にありがとね。いやいや、すごい楽しい配信だったよ。わざわざありました、ね、うん、席を用意していただいて、本当本当、座席を確保していただいて、そうくんとね、ゆきとさんはうちが脅迫して呼んだけんね、すごい。いや、そんなことない。そんなことねえだろ。そんなことないない、あの、来たくなかったら来んでいいよ。そうそう、そうやって、うん、あのね、シャルティーには言ってあったから全然あれだよ、うん、言っていいって言って、うん、そう、あのね、あの席作っちゃうからの、うん、コントダメよってキャッチョった。あの表情、裏腹のコメントの、あの言葉の裏腹の、言葉の裏腹裏腹ね、うん、今日覚えたもんね、裏腹ね。そう、来ないと許さんっていう、あの言葉の裏腹だったね、あれ。うん、ね、ありがとうございますね、あわこさんありがとう、ネギさんもありがとう。うん、あ、今日来てくれた人のコメント、ね、お名前読み上げするね、最後。うん、あれね、すごいバイオレットバーガーで見るとね、すごいもっとあの気持ちを込めてみんな呼ばんといけん気がしたね、すごく。すごい。手紙を読むかのようにね。うん。そうだね。ゼラオラさん来てくれてありがとう。レーガンさん来てくれてありがとうね。ヤトミさん来てくれてありがとう。トニーさん来てくれてありがとうね。ツヨシさんもね、すごい。来てくれてありがとう。嬉しかったね。ねるちゃんもね、すごい来てくれてありがとうね。あの、新衣の話勝手にしてごめんね。作るのうちだがって言っちゃったが。う
ねえ、あれじゃったらみんなの分のあれ作るが。おや大変みんなカトレアさん衣装。ねえ、でもすごいあれ可愛かったが、あの、ねえ、うん、あの CH の、 あの自動式人形さんの制服、うん、みんなオーダーメイドじゃね。あ、ユキティもね。ちょっと待って、このお姉さんがおるねん、ちょっと。え、いつからおったんね。お姉さん。あ、このちゃん。姉さん、なんで姉さん、なんでぐずぐずむいちゃんに乗り遅れなかったね。ちょっと待って。うん、大丈夫、もう大丈夫。うん。そうくん来てくれてありがとうね。お、うん。なおきちさん来てくれてありがとう。ちかさん来てくれてありがとうね。ネギさんも来てくれてありがとう。下月さんもすごい来てくれてありがとうね。本当に。ありがとう。ありがとうね。綿毛さんもすごい来てくれてありがとう。この葉さんも来てくれてありがとう。まこうさんね、本にありがとうね。本にありがとう。すごい嬉しかったんで、すごい励ましてくれたりとかしてくれて。で、まあ、明日もね、配信やるけ。よかったら、遊びに来てね。うん。言えたね。言えたね。やった。えらい。うん、そうだね。最後まで言えたね。うん、やったね。えらい。ちゃんと言えてえらい。なんでこの、うん。うん。これあともう3回ぐらいやるよ、多分。そうだね。今週、あの、金曜ロードショーもあるから、もう4回。そう、あの、で、あの、あれだからね、もう5話次行ったとして、あの、まだ3話残るからね。13話まであるから。そうだね。うん。うんうん、頑張ってね、じゃあ。うん、頑張って。うん。名残惜しいね。なんか、この時間がずっと続いてほしいね。うん。これ、スケジュール的にはどういう感じ？明日5話見て、うん、明後日また続きを見る感じ？そう、続き見るね。スペシャルがあるよね。うん、月高校生ね。月か水。数的には、明日10話まで見て、水曜日に1、12、13とはあれかな、スペシャルが多分30分ぐらいだから、それで、うん、うん、同じくらいの時間になるかな。うん、残りの時間は全部あれね、あの、そうくんの解説にしてもらうね、ちょっとあの。いや、直近で見てんの、シャルちゃんだから、シャルちゃんもかなり多分詳しくなるはずだから。私今もう、やばい。でも多分あれでしょ、あの、オタクが爆発しそうだよね、だから、ここはとかって言って。そう。でも、じゃあ2人にね、すごい、あの、解説してもらうね、いっぱい。うん。うんのお姉さんありがとうね。うん、頑張ってよ。ちょっとね、すごい。こんなことになると思っちょらんかったんよ、正直。こんなね、すごい素敵な作品に会えると思っちょらんかったから。うん。うん、ね。うん。あ、長くなるけんね。これで。これで。うん。最後の力振り絞って。そう、終わりたくないから、うち多分、永遠と引っ張るね、ちょっとこのままちょっと。うん。うんじゃあこれでね、配信終わるよ。またね、明日ツイッターでね。うん、そうなんよ。あのね、みんなとね、ずっと話ができるんよ、本人。そう、ずっと話してしまうけん、あの、西武線といけんのよ、西武線と本人。そうだね。うん、みんな引き止めてしまう。しちゃうとね。うん。うん、あれだからね、うん、ネタバレが出ちゃいそうで、怖い私も。そう。明日ね、ツイッターでね、告知するけんね。みんなチェックしてね。はい。ぜひぜひ。ぜひよろしくです。はい。ほいじゃあこれであの今日の配信終わろうと思います。みんな来てくださってありがとうございました。はい。ありがとうございました。バイバイみんな。おやすみね。はい。おやすみなさーい。おやすみなさーい。